ランと犬は中村克行著作の時代小説。1996年に講談社から出版された。晩舎の極語、老屋敷を脱獄した高野長英の逃亡生活と彼を恨む岡っきの追跡劇を描く。1839年、同心小林藤太郎とその岡っき久五六は晩舎の極により乱学者高野長英を捕獲した。 自主を考えていた長英を捕獲することで重罪にして彼を合理的に闇に葬ってしまおうという幕府の思惑が絡んでいたからだった。納得のいかない長英は否認境蔵をそそのかして火災を起こさせ土作さ,さで脱走する。しかし映像が放火するところを久五六の妻が目撃してしまい彼女は映像と共に消死する。 久五六は放課の主犯は、長英と知ると怒り狂い、藤太郎のおかっぴきをやめ、追跡の旅に出る。彼の執念で長英の逃亡範に、援助者は徐々に減っていき、長英は一人追い詰められる一方、久五六の方もほとぼりが冷め、藤太郎以外の仲間連中から、いつまで過ぎたことをと陰口を叩かれ始め、彼もまた孤立していく。1997年5月6日、 大追跡、江戸上州道のく四国と題して、ABC テレビのスペシャルドラマとして放送された、大追跡、江戸上州道のく四国に関するカテゴリー、ありがとうございます。